はい、皆様方には日頃より立川市政の周知にご協力をいただいておりますことを心から感謝を申し上げます。ありがとうございます。また本日は大変お忙しいところ、本市の定例記者会見にご参加をいただきまして誠にありがとうございます。さて、令和5年第3回市議会定例会を9月25日に招集をいたしました。今定例会では令和4年度一般立川市一般会計歳入歳出決算など当初提出した議案が21件となっております。今定例会に提出をした決算を含めた議案意識につきましては機上にご配布をさせていただいております。これに関しましては質問等がある場合にはぜひ後ほど担当へお問い合わせをいただければと存じます。それでは私からは4点お知らせをさせていただきたいと存じます。1点目は皆様ともご関心をお持ちになっているであろう PFAS への対応についてでございます。私の公約にも掲げておりますこの PFAS 問題への対応を確実に実証していくために PFAS 庁内対策会議の立ち上げを指示をいたしました。この PFAS に関してはこれまでも庁内での情報共有や対応の検討を行ってまいりましたが、この PFAS 庁内対策会議を立ち上げることによって今後対応を加速をさせていきたいというふうに考えております。で、2点目についてでございますが、これは箱根駅伝の予選会についてでございます。10月の14日土曜日に第100回となります箱根駅伝の予選会が開催をされます。既に皆様方ご承知の通り、今回は第100回目の記念大会ということで、これまでの関東学連だけではなく関東以外の大学もこの予選会には出場可能となっております。例年は予選会上位10校に与えられる出場権が今回は3校増えて13校に与えられるということですので、私も全国の強豪校が集まり、どのようなレースが繰り広げられるのかと今からとても楽しみにいたしております。私の母校は中央大学でございますけれども、以前はこの予選会の常連校に一時はなっておりましたけれども、昨年は今年の箱根駅伝では大変良い成績を後輩の皆さんが結果を残していただいたので、この立川で後輩たちの姿を見ることができないということは嬉しい残念でありますけれども、まさにこの箱根の地を走る大学生の皆さんがこの箱根への出場権をかけてこの立川市でレースを繰り広げていただけるということは大変楽しみな機会でございます。で、今今年からはこの新型コロナウイルスの感染症対策も2類から5類へと変更をした中で、沿道での観戦や声出しをしての応援も可能でございますので、ぜひ多くの皆様にこの立川の街にお集まりをいただき、そして応援マナーを守りながら奮闘する選手の皆さんに温かい声援を送っていただければと存じます。ぜひマスコミ各社の皆様方もこの箱根駅伝の PR を予選会の PR をしていただければと存じます。なおスタートは午前9時35分を予定をしているということでございます。で、次に3点目でございますけれども、立川市でもこれまで取り組んできた案件でございますが、今不登校等のさまざまな問題を抱えているお子さんたちが多くいらっしゃる中で、この間立川市においても定時制通信制高等学校と合同相談会を行ってまいりました。資料1をご覧になっていただきたいと思いますけれども、この定時制通信制高等学校合同学校報告相談会は、立川市子ども若者自立支援ネットワーク事業の一環として開催をしています。実施内容としては各学校の教員や生徒に気になることを直接質問できるほか、学校の選び方や在校生による座談会
教育費の補助制度など、関心の高い内容の講演会を予定をいたしております。進路に悩む学生のほか、保護者自身が進路を考えていたとき、私を含めてでございますけれども、当時とはだいぶ様相が変わり、その選択肢についても格段に多様化をしている高校について知りたい、そういった保護者や支援関係者など毎年多くの皆さんにご来場をいただいております。今回は10月の29日日曜日の10時より、この立川の市役所本庁舎で開催をいたしますので、ぜひ取材にもお越しをいただければと存じます。で、次に4点目でございますが、立川市を本拠地とするプロバスケットボールチームであります立川ダイスが B3 リーグ挑戦2年目を迎えることとなります。開幕戦は10月の7日の土曜日、アウェイのビアンティン三重戦となります。本拠地開幕戦は10月の21日の土曜日の湘南ユナイテッド BC 戦となります。その翌日の10月の22日日曜日は立川市民デーとして開催をし、私も応援に伺わせていただく予定になっております。ぜひ今シーズンの立川ダイスの活躍につきましても、マスコミ各社の皆様方にはご注目をいただきますようにお願いをいたします。なお、本日の16時から、今シーズン開幕にあたりまして、立川ダイスの記者会見がここ101会議室で開催をされる予定になっています。事前のお知らせでは201会議室となっていたということでございますけれども、会場はこの場所に変更させていただきますので、私も参加をさせていただきます。ぜひ記者の皆様方も引き続きご出席をいただければと存じます。で、私からのお知らせは以上となりますけれども、最後に、市長に就任をして、ちょうど10日余りが経過をいたしますので、私の所感を少し述べさせていただきたいと存じます。9月8日に、市長に就任をして、市職員の方あるいは市民の皆さんに代理という形で、この立川の市役所はにいらっしゃる多くの市民の方はいろいろな喜び悲しみそして困りごとを抱えていらっしゃる、そういった方々であろうと、市の職員の皆さんにはぜひ、喜びには共に喜んで、あげられる、また悲しみにはそのそばで支えてあげられる、そして困りごとには全てが納得のいくような形で解決ができないとしても、そこに寄り添いその困りごとを解消していける、そういった、市役所へと変えてほしいというそういった思いでのメッセージをお伝えさせていただきました。そういったことを取り組んでいく中で、最後には市民の皆さんに立川の市役所ありがとうと言ってもらえるような市役所に変えていく、その私にとっては市の職員の皆さんは伴走者でございますので、一緒にその改革に取り組んでほしいということを申し上げました。と同時に、私は就任をして、先週についてはほぼ市庁舎に缶詰状態でございましたけれども、最初に就任をした日に市所課長に立川市内における各施設を一覧を欲しいという、そういったお願いをいたしました。この一覧というのは市民の側から見て立川市の行政の施設だと思われるような場所について、ぜひともその、一覧表を作っていただきたい。その目的はちょっと時間がどれだけかかるか分かりませんけれども、全ての施設を私自身がしっかりと自分の目と耳と足を使って確認をしていきたいというふうに思っております。その目的の一つは市民サービスという観点から見て、今のその窓口体制あるいは受付相談体制で十分なのかどうなのかということ、また実際に市民の皆さんに接している現場の職員の皆さんあるいは委託をされている場合においては、その委託業者の皆さん、そういった皆さんにとって今の制度今の立川市のやり方で何か問題を思っていることはないのかどうなのかということを伺った上で、その現場の声を生かして立川市の市役所の在り方といったものを私は見直していきたいというふうに思っております。なかなか時間が取れなくて、全ての施設を回りきるには、先ほど申し上げた通り時間がかかると思っておりますけれども、
ども、まあ、早速9月の8日に就任をいたしましたので、9月の9日の日、お休みの日にも立川市の窓口センターというところが土日も開業をいたしております。そこにちょっとフラッとお邪魔をさせて、まあ、いただきまして、まずは現場でやはり土日のお休みの日に窓口を開設をしているということは、そこに当然職員がついているわけですので、まずはそういった職員の方がいらっしゃらなければ市民サービスの土日への提供というものもできませんので、その職員の方々には休日出勤ありがとうねというお礼を述べさせていただいた上で、そこに来ている市民の皆さんにはまずいらっしゃいますと、市長ですと、何かお困りごとはありませんかということをお声掛けをさせていただきました。そういったことを市民の方もされると思っていなかったので、ちょっとびっくりされている感はあったわけですけれども、中には私の知り合いの方もいらっしゃって、お久しぶりですということでお話をさせていただいたり、またその担当の職員の方ともお話をさせていただいて、窓口業務やっていて何か気がつくところはありませんかというお話をしたところ、率直なご意見を伺いました。その詳細についてはここで悲劇をすることは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、その話の中には確かにねと、そう言われてみればそうだよねという、本当に現場の生の声をお聞きをすることができました。それと合わせて、なかなか町外の場所には赴くことができないんですけれども、私の一応日課として、朝登庁をした後にはこの1階の部分だけは一通りぐるりと回って受付の業務委託をしている方にもご挨拶をさせていただき、また市民に対応していない職員の皆さんには、おはようございますということ、また市民の方にはおはようございますと挨拶といらっしゃいますということなど、小さな一歩ではありますけれども、私自身が就任の当初にお話を申し上げていた通り、この役所の中、市民の皆さんにとっても本当に役に立つ便利な場所に変えていくためのその小さな一歩でありますけれども、スタートを切らせていただき、日々これは午後出勤とか出張等がない時には朝の時点で継続をしていきたいというふうに思っております。今予算編成を立川市当局の中ではそれぞれの担当部下が行っていただいておりますけれども、従来の経営方針あるいは予算編成方針、合わせて私自身がこの令和6年度に向けて立川の財政当局あるいはそれぞれの事業家において実現をしてほしい、心に留めてほしい、そういった内容について私の考える予算編成にあたっての基本的な考え方という文書を別に作成をし、通達という形で提示をさせていただいております。来年度の予算編成においては従来のそういった行政から市長からの文書と合わせて、私が基本的にどういうふうなものを考えているのかという部分についても職員の皆さんにはお伝えをさせていただいているつもりでございます。そういった一つ一つの取り組みをさせていただきながら、立川市の市役所のこれまでの長き慣習、良いところはしっかりと受け継いで残していく、また手直しの必要なところはこれは手直しをしていく、抜本的に改める部分は抜本的に改めていく、そのための素地を今作っている最中でございますので、いずれ皆様方に立川市役所変わったねと言っていただけるような市政運営を行っていきたいというふうに思っております。最後に報道機関の皆様方には本市に関することでことを一つでも多く取り上げていただきたく、多くの方が立川に関心をお寄せいただき、ひいては立川に愛着を感じていただくような契機としていきたいと考えております。積極的な情報発信にも努めてまいりますので、ぜひとも今後ともよろしくお願いをいたしたいと思います。私からの発言は以上でございます。質問等がございましたらお受けをさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。それでは記者の皆様からのご質問をお受けいたします。これまでの内容またはそれ以外についても結構です。ご質問がございましたら挙手をお願いいたします。市長から挙手された方を指名いたします。職員がマイクをお持ちいたしますので、そのマイクを使って質問をお願いします。ご質問の際には社名と名前も合わせてお願いいたします。
エミックさん。はい、東京 MX テレビの白井と申します。はい、質問としては一番最初に発表ございました、はい、PFAS 対策会議でいいんですかね、はい、の、発足に至った経緯とですね、はい、まあ、具体的に、うん、まあ、どういったあの 有識者なのか分からないですけど、はい、どういった人たちを集めてどのように運営して、はい、まあ、目的というか、はい、どこまでやるのか、はい、現時点でお考えをお願いします。あ、はい、ありがとうございます。この PFAS 腸内対策会議については腸内というふうに名前がついております。まず立川市のこの腸内の中で総合政策部をはじめとして、まあ、関係をする部課のメンバーで現状の情報をまず共有をし、まあ、予算をどういうふうに立てていくのかということなどを中心に検討をしていただくということを予定をいたしております。で、私も以前こういった場で PFAS の問題について立川市においてはこれまで独自の調査を行ってこなかったというまあお話をさせていただいております。まあ、お隣の国分寺さんではすでに行っている、令和2年度から行っているというまあそういった話もある中で、やはり現状を把握をしていくことがまずは第一義として必要であろうと、まあそういった中で、まあまずは立川市が所有をする井戸に関してはこれは相手方の了解を得る必要がございませんので、これについては早急に予算をまず見積もりを立ててどれぐらいの予算がかかるのかということを今調べていただいておりますので、その予算の内容、経費の内容が分かり次第調査をしていくように進めていきたいというふうに思っております。また他の市内にある民間の皆さんが所有している井戸に関しましては、これは当然相手方もいらっしゃる問題でございますので、まあ、その相手方のご理解が得られるような対応策、また実際に PFAS が検出されてしまった場合においては、まあ、どういう形でその方に対する風評被害といったものを防いでいくのかといった、まあ、様々なご協力をいただきやすい環境を作っていかなければその実行というものは難しいと思っておりますので、まあ、2段階に分けていくということで、そういった意味で繰り返しになりますけれども、まず予算がいくらかかるのかということをこの町内の対策会議でご検討いただき、市の井戸については早急に進めていく。で、そのうちこの会議の中で実際に民間の皆さんが所有している井戸に調査をお願いをしていく、その手順やあるいはそれに伴う課題等々の整理をしていただいた上で、実施に向けて取り組んでいくための準備を進めていく、まあ、そういった会議にしていきたいというふうに思っております。わかりました、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ東京新聞さん。東京新聞の岡本です、よろしくお願いします。はい、お願いします。関連で今の町内対策会議というのは、はい、トップは市長になるのかという現在のところ副市長をトップにして検討していただく予定になっております。まあ、当然副市長に任せきりということではなくて、その報告を受けて、まあ、私からも当然指示を出すと。で、現状では、まあ、私の思いは伝えてありますので、その部分については両副市長が意を組んで、つつがなくこの会議の運営をしていただけるものと考えております。あと今お話しいただいた調査については、はい、その市の所有している井戸に分については、そうすると来年の予算などを待たずに、はい、例えば年内だとか年度内にも調査をしたい考えがあるということでしょうか。はい、その点についてはおっしゃる通りで、私の考えとしてはどこかで補正予算を組んで早急に対応していきたいというふうに思っております。ありがとうございます。もう一点別の関係で定時制の話が出たので少しちょっとお考えを伺いておきたいんです。何の話ですか。定時制の先の相談会の話があったので、はいはい、ありがとうございます。して見解を伺いたいんですけれども、はい、ちょっとすみません、私の認識が古かったり誤ってたりしたら、はい、ご指摘いただきたいんですが、はい、立川広告の定時制については、はい、確か2016年に家庭を廃止するというような決定がされていて、はい、まあ、今募集自体は続いていると思うんですけれども、はい、確かまだこの計画自体東京都の方では、うん、まあ、生きているような、はい、流れだったと思うんですが、ここの定時制の、まあ、どうするべきかというか、まあ、地元の自治体の長としてはですね、はい、どうある
どう進めてほしいかというような要望とか市長の考えをお聞かせください、はいはい、立川高校の定時制の問題については、まあ、これは一義的に東京都がご判断をされることであろうと思っております。私も都議会議員をしておりましたので、まあ、東京都の中では今定時制であるとか単位制であるとかあるいはエンカレッジスクールであるとかあとは、ちょっとごめんなさい今もう一つの名前が失念をしてしまいましたけれども、さまざまな東京の都立高校の在り方といったものは変わってきております。まあ、そういった中で、私自身としては今回皆様方にもご配布をしておりますけれども、まあ、毎年こういった参加団体、当日の説明会ではこういった冊子を皆さんに参加者にお配りをさせていただいております。これは昨年度のものでございますので皆様方も当日参加をしていただければこういった資料をご覧になっていただきますけれども、定時制だけではなくてさまざまな形の学校で、通信制であったりだとかあるいは立川の中で、キャンパスを設けていただいている方、まあ、いろんな方法というものもございますので、この定時制ということに関してはそれを望んでいらっしゃるという保護者やあるいは卒業生の方々がいらっしゃるということは都議会議員時代には承知をいたしておりました。しかしながら立川市として、都立高校でございますので、これについて存続をしてくれとか存続をしなくてもいいかというようなことを特段東京都に要請をする考えは現在のところを持っていません。それよりも今この立川周辺の中で子どもたちが現実的に多様な学びの場を提供ができる情報をしっかりと集積をしてそれを希望している子どもたちあるいは保護者の皆さんに情報を提供しマッチングをしていくことが必要であろうし、またこの中ではなかなか救いきれない、まあ、そういった子どもたち、例えばこれは定時制だとかそういった高等教育の多様性の話でありますけれども、これもどこかの場でお話をしたかもしれませんが、今立川市内においても毎年中学校義務教育卒業時に 0.数%ではございますけれども進学も就職もしないという、まあ、そういったお子さんたちが存在をいたしております。まあ、そういった子どもたちについても義務教育中であれば不登校等の問題に何らかしらの形でアプローチができるということもありますけれども、そこから外れてしまったそういった子どもたちに対してもこれからの立川市政は目配せをし、そして何らかの形で子どもたちが学びの場を選択をしていただけるような支援体制を構築をしていきたいというふうに思っております。直接的にお答えになっているかどうか分かりませんけれども以上です。はい、しますと東京都 その定時制廃止という一つの考え方については、はい、まあ、先ほど多様性を確保するという、はい、ことが大事だということをおっしゃってましたけれども、はい、まあ、その観点においても、はい、今言っている程度理解できるというそういう立場ということでしょうか。まあ、そうですね、多様な学び場を東京都として提供していただけるという、ただ定時制をなくしました、はい終わりですと、まあ、いうことではなく、今元の社会教育会館があった場所に、あれはチャレンジスクールだったと思うんですけれども、建設をしているところでございますので、まあ、そういった定時制という従来の枠にとらわれずに、さまざまな形で、子どもたちが学べる場所を作っていくことの方が私は重要であろうと思っています。それは、まあ、私の先ほどお話したように、私たちがといっても皆さんお若いですからあれですけど、私は55歳であります。私が高校時代とあるいはそれよりも前の時代においては、まあ、経済的な問題等で、日中働きながら高校に通うということが一時代においては主流であったと思います。またその後、まあ、私が高校時代等々ではまた別の理由で一度全日制の学校を、まあ、いわゆる途中で退学をしてしまった、まあ、そういった子どもたちがもう一度学びの場を求めてというそういった機会として提供されていた時代もあると思います。まあ、今日的な問題としてはそういった過去の事例だけではなくて今の子どもたちの要請要望といったものを受ける中でただ単に定時制というそういったカテゴリーの問題ではなく繰り返しになりますけれども、まあ、多様な学びの場を得て高校の卒業資格を得られる、そして大学受験へとつなげていけるというような、まあ、可能性、子どもたちの未知の可能性をしっかりと受け止められるような学びの場を確保し、そして市としてはなかなか市でこれ
を掲揚するということはなかなか難しいことでございますので、そういったことをやられている事業者、学校等々と立川市がしっかりと連携をして情報提供しマッチングをしていくということは立川市として今現状で取り得るべき最良の方法であろうと思っています。朝日新聞さん、すいません、朝日新聞上野と申します、はい、PFAS の問題で、はい、ちょっともうちょっと細かい部分を教えていただきたいんですけれども、はい、市が所有する井戸っていうのは何箇所ぐらいあって、飲料としてどれぐらい使われてるかっていうこと、今立川市で所有している井戸は2つということでございます。で、飲料では使ってませんよね。はい、飲料では使っておりません。今井戸と飲料としては使われてない、はい、これはいつぐらい、今度の議会で、実施検査の予算付きをしてっていう、次の議会の中で、まあ、議会日程25日来週の月曜日から10月の31日まで、でございますので、まあ、長い議会日程でもありますから、その間の期間中にこれは財政当局等も相談をしなくてはいけない話であろうと思いますけれども、まあ、私の中では早いうちにということで、していきたいというふうに思っています。予算の補正予算の提出の時期については現状まだ未定でございますので、気持ちの中では早くしたいというふうにということで本日のところは討論させていただきたいと思います。じゃあ検査はいつになるかというのはちょっとまだ未定と。はい、予算をまず確保すると議会で お認めをいただくという、でその、まあ、お認めをいただく予算の額がどの程度になるのかと、まあ、いうことを今試算をしていただいている最中でございますので、まあ、それを、まあ、この検討会議で、明らかにしていただいて、まあ、いくら予算がかかるのかと、必要なのかと、まあ、いうことを私に報告をいただいた上で、当然予算措置をできるならば今議会中の、しかもなるべく早い時期に、予算の提案、補正予算の提案をさせていただきます。で、予算さえ通ってしまえば当然それと並行して、検査機関等々の当てもつけていただくようにしますので、予算が可決をすれば早い段階にということになろうと思っています。分かりました。はい、民間 の, 井戸で想定されるのは何箇所ぐらいになるんでしょうか。今一般のあれを除くと10、20弱ですね。はい、これまで立川市が継続して PFAS 以外の環境基準等の調査をしていた井戸が、確か19ですね。19のうちに2は内数、外数ですね。はい、市内で立川の井戸が2つで、それ以外が19ということですので、まあ、そこへは当然丁寧な協力依頼をしていかなくてはいけないというふうに思っています。ここはやっぱり飲料として使われてはいない、実際あんまりない。あ、飲料水ではないというふうに把握をしております。じゃあ飲料に対し、飲料水に関連する、はい、検査っていうのはちょっと、まあ、はい、まだちょっと先になるっていうよりも、今お話をさせていただいた通り、立川市がこれまで調査をしてきた井戸に関しては飲料水としては使用していないということでございますので、立川市は都営水道に一元化をされております。ほぼ私どもの把握をしている範疇では、水道水、都営水道の水道水を飲用として用いていると思いますので、これら19プラス2に関しては飲用としては利用していないということです。で、それ以外の井戸に関してはこれは申し訳ございませんけれども、私たちが把握をしているというところではないということです。はい、わかりました。ありがとうございました。はい、読売さん。読売の水戸部です。はい、すみません、今の PFAS の関係でごめんなさい、ちょっと私の理解が悪いかもしれないんですけど、はい、立川の所有している井戸の飲料として使ってないというのは以前から一度も使ってないということなんでしょうか。そこはちょっと説明いたさせます。立川の所有している井戸というのは防災井戸ということで、非常時に
水を供給するというものです。で、既にあるんですけれども、それ自体は飲料として使っていなくて、今はあの非常事態の場合は学校にあるタンク、それは水道から直接給水するもの、それからペットボトルを使ってということになりますので、今所有している2つの井戸の防災井戸は飲料としては使わないものです。ありました。あと町内の対策会議というのは、はい、今お話しいただいた副市長さんがトップで、はい、まあ、各関係部署が入っていると、うん、はい、でこれはいつ立ち上がったんでしたっけ。昨日に準備会をすでに、行っております。ですので、あの本日以降、はい、進めていくということになります。具体的なスケジュールについては、あの副市長の方からご説明させます。はい、できれば、あの市長の命を受けましたので、今週中には第1回の会議を開きたいと、そのように考えています。そうすると、会議の立ち上げというのは、その今週中の会議をもって立ち上がるというイメージですか。はい、第1回の会議ということで立ち上げになります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、都政新報社さん、はい、都政新報の米原と申します。はい、すみません、あの議案の中 の決算についてです。はい、あの市長、選挙期間中に、はい、あの財政状況をご覧になって、はい、まあ、その上で小学校給食の無償化だったりだとか、はい、あのそのあたりの、はい、公約の実現性について言及されてたかと思いますけれども、はい、4年度決算、ご覧になってみて、はい、改めて財政状況どういうふうにご覧になったかと。はい、令和、僕自身が選挙戦の時に知り得た情報というのは令和3年度の決算の内容でした。でこの間、あのこの立川市だけではないと思いますけれども、コロナ関連経費で国からあるいは都からの支出金というものが出たり入ったりするということで、なかなか財政状況が見えづらい状況にございましたので、一番端的に分かりやすいところで実質単年度収支が黒字か赤字かというところを見たときに、令和3年度の予算の中では実質単年度収支は黒字、12億円の黒字であると。であるならば政策を実現をするための経費はあるということをお伝えを申し上げました。で今回発表されているこの決算の内容を見ていただきますと、お分かりの通り私にとっては少々想定外でございます。実質単年度収支という形の数字を見る限りにおいては赤字決算になっております。でその内容についてはこれから担当からもどういう理由で歳入も増えておりますけれども、歳出も増えているということで、その歳出の収入以上に歳出が増えてしまった要因というところがどういう部分にあるのかということを、私自身も私が執行した予算決算ではありませんので、その部分については担当から詳しくお聞きをしたいと思っておりますし、またこれは決算特別委員会の中で議員の皆さんもご質問をされることであろうと思いますが、ただその一方で経常収支比率など財政的な数値表については内容的には良くなっているということですので、やはり立川市の財政の中をよく見ながら、節減できる部分は節減をしながら、私の政策、学校給食、小学校給食の無償化をはじめとした所要の財源については確保ができるように今指示をしているところです。すみません、あの4年の決算を受けて、はい、来年度、実施される小学校給食の無償化への影響というのは、はいはい、特にない。それは市長の市場命題ということで、指示をしておりますので、その部分については財源の確保に努めていただくということでお願いをしております。よろしいですか。はい、では、ね、この後立川大使の会見もございますので、ぜひ記者の皆様方には大変お忙しい中恐縮ではございますけれども、引き続きご参加をいただければと思います。それでは以上をもちまして記者会見を終了いたします。なお非常配布いたしました議案に関する資料につきましては、同じものが立川市政記者クラブにもご用意してございます。不要な方はそのまま残しておいていただいて結構です。本日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。